DID 大同工業プレゼンツ阪神タイガース DID アワード。この企画は阪神タイガースシルバーパートナー DID 大同工業がお送りします。その月に甲子園を最も沸かせたプレーを掛布雅之さんと視聴者の皆様の投票によって選ぶ阪神タイガース DID アワード、今回はこの方にお越しいただきました。阪神タイガース投手大竹耕太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。5月の27日涙の勝利が5月度の DID アワードに選ばれました。改めておめでとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでそんな大竹投手にですね、早速受賞ボードとトロフィーを進呈させていただきます。まず最初は受賞ボードです。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして受賞トロフィーの贈呈です。掛布さんと視聴者の皆様が選んでくれました。まず最初にお気持ちいかがですか？はい、素直にそうやって選んでいただけたのは嬉しく思います。なるほど。そういった中で5月27日のジャイアンツ戦のピッチングが特に、得票数が多かったということで、その試合をですね、映像でちょっと簡単に大竹投手と一緒に振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。この日の何でしょう、ポイントなどいかがですか、振り返られて。やっぱ立ち上がりでしたね。いきなりヒットを2本打たれて、ちょっと力みすぎであんまり状態良くなかったんですけど、そういう中でうまく修正して後半尻上がりに投げられたので、その辺が良かった点です。そして0対0でゲーム進みまして、7回の打席のところで代打を送られました。この時の気持ちいかがでしたか？やっぱり0-0で先に降りたくないっていう気持ち強かったので、うわマジかっていうのは正直な心境でしたけど。そういった中で近本選手がタイムリーヒットを放ちまして待望の1点を獲得、さらには自身の勝利投手の権利が転がり込んできましたけれども、あのタイムリーの瞬間改めていかがでしたか？もうツーアウトでしたし、追い込まれた後のバッティングだったんで、本当になんとかヒットにしようっていう近本さんの気持ちみたいなのもすごく感じましたし、そうですね、なんか高校野球やってる時思い出したというか、そういう感覚でこうみんなで団結して勝とうっていうのをすごく感じたんで、そういうなんかもともと人情ものに弱いんでそうなんですか？そういうなんか、人と人とのつながりじゃないですけど、そういったものを勝手に僕が感じたんで思わず、出ました。プロ野球選手がこうゲーム中に涙を流すってそれほど見ることないと思うんですけれども、大竹投手はこうプロ野球人生の中でこう涙したことってどのぐらいあるものなんですか？プロ野球入ってからってことですか？1年目も中継ぎで投げて CS だったんですけど、それも全然抑えられなくて、その時は悔しくて泣きましたけど、あとは2年目なかなか抑えてても勝てない試合が続いた中で初勝利した時も立ち台で泣いたんで。なるほど。結構頻度は高いかもしれないですじゃあもしかしたら今後も大竹投手の嬉し涙っていうのはたびたび見られる可能性が。そうですね、なんかもう優勝 あれした時あれした瞬間とか思い描くだけで泣きそうなんで、達成したいです。さて、そんな大竹投手ですけれども、2日後、28歳の誕生日ですよね。おめでとうございますで、明日が登板ということで、誕生日の前日が登板日、どうですかこの並び？いい誕生日になるかならないか明日すごい大事ですけど、ホークス時代も自分の誕生日に先発っていう試合があって、その時は確か5
6回4失点ぐらいでしまって、はい、まあ、勝てなかったので、はい、ちょっとその雪辱を、はい、阪神で新しくなんですかね、はい、晴らしたいです。なるほど。この度は、選んでいただきありがとうございます。これから夏に向かって、チームも、まあ、体的にもしんどい時期が来ると思うんですけど、その中でも、チームを助けられるようなピッチングをできるように、これからも頑張っていきたいと思うので、今後とも応援よろしくお願いします。